はですね、昨日に続き2日連続なんですけれども、こちらの美人百科2月号の付録を紹介していきたいと思います。それでは、おーチェケラー。前回の1月号の美人百科の付録はこちらのマーキュリーデュオの、噛んじゃう、言えない、マーキュリーデュオ、こちらのマーキュリーデュオのバッグだったんですけれども、私的に美人百科の付録は可愛い上にさらに質がいいっていうのが特徴かなと思ってます。でね、今回の2月号もヤバそうなんですよ。早速開封していきたいと思います。ダダン、何が出るかな、何が出るかな、シリカゲルも入ってんだ、しっかりしてますね。じゃじゃーん、特価のキーチェーン付きマルチポーチです。こちらは縦が 10.5cm、 横が 14.5cm です。中を開けてみると、おお、かわいい、やば、内側はこんな感じの花柄になってます。で、こちらにキーチェーンが付いてますね。で、反対側は何か小物を入れるよう、入れれるようになってます。やだやっぱりね、今回もめちゃくちゃ質がいいです。雑誌の付録ってちょっと細かいところとかがダメだったりするじゃないですか。美人百科はこういう端の部分とかも全く問題がないです。ちなみにサイズ感はこんな感じです。だいたい iPhone6S より一回り大きいくらいになってます。中に iPhone を入れることはできないんですけれども、こういうリップとかリップバームとか目薬とか入れるにはちょうどいいサイズかなと思います。入れてみるとこんな感じです。このさ、2月号のスイートといいさ、こっちの美人百科といいさ、なんでこんなに付録なのに可愛いんだろう。もうさ、付録大好きマンじゃん。マンじゃないよ、キーウーマン。もうマザーファーザージェントルメン。こちらの特価のマルチポーチが付いた美人百科の付録2月号なんですけれども、価格は760円です。カバンに余裕で入る付録なので、すっごい可愛いんだけど付録は使えないっていう方でも全然使えるんじゃないかなと思います。でですね、昨日もスイートの付録紹介したんですけど、その時に教えていただいた情報です。3月号の美人百科、激ヤバです。こちらメゾンドフルール2ウェイリボンバッグです。縦 32cm、 横 26cm で雑誌が入るサイズらしいですね。シューズバッグにもなりますって書いてあります。デザイン可愛すぎないですか。リボンですよ。さっきね、2ウェイって言ったと思うんですけど、2ウェイっていうのはこちらです。まずは普通に持つパターンが1パターンと、なんとリボンを結ぶと巾着になります。やばくないですか。まだ実物見てないからわかんないですけど、まだ2月号出たばっかなのに気が早いんだけど、巾着型にしたらシリーメイちゃんの横に置きたい。3月号発売日2月10日になってるのはぜひチェックしてみてください。では最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter とインスタの方もできるだけ毎日更新するようにしてるので、ぜひフォローお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。